ゴリ澤田さんです。よろしくお願いします。人気者のゴリ澤田さんです。で、あのフォースダンス診断して何だったんでしたっけ？あ、B2 でした。B2、はい、B2 らしいです。はい、で、まあ私 A2 なんですけども、まあゴリ澤田のスイングは実は私が悩んでるクルリンパとかそういう諸問題は、あの実はゴリ澤田も私と一緒で体の後ろを回るスイングなんです。まあ過去の動画とかでもいっぱいあるし、でまずね、今日は何してほしいかっていうと、まず1、2球だけその今までのまずスイングをまず打ってもらいます。それ取ります。ですぐ自分のスイングを確認してもらいます。でその後にちょっとあのテーマである自分の各々のスイング、例えば私であれば、目指すところは島袋ショープロのスイングを目指したいけど、すぐ真似をするわけじゃなく、まず私はこの右側の処理、要は自分はそうこう思っててもこっちから来ちゃうんだよね。でゴリもそうだわ、でそれを直したいっていうテーマの中で、今日またあのイースタングリップで俺はやってみたいと思います。でゴリにも、まあゴリは最終的に今フルウェスタングリップだと思うんだけど、今日試しでちょっとやってもらって、その後変更してもらってもいいけど、いかに普段フルウェスタングリップをやってる人間があのイースタングリップに変えたらどれだけ大変な模様っていうのをね、その辺がね、俺もまだ本当自分のスイングっていうのはまだ全然見つけられてない。ただかっこいいスイングはやっぱりこう何、こういう脇締めスイングより、うん、こっち大きくてこういうスイングよりやっぱりね、翔くんみたいにスーっていうああいうスイングがかっこいいと思うから、それはもう俺がそう思っちゃう以上しゃあないよ。まあとりあえず今1、2球だけでいいんで、自分の今の現状のスイングちょっと見てみ、俺もほらだいぶ練習してるからさ、本来のスイングじゃないかもしらんけど、ちょっとやってみましょう。はい、お願いします。あの五里澤田はグリップ厚いのに打点が近くてフォロースルーが短いです。せめて踏み込んだあの左足より前でインパクトしたいところだと私は感じます。それで1本でそれでいいで俺に出して、俺もじゃあセミレスさんで打ってみるからさ、五里澤田よりは打点前で捉えられてると思ってますが、私の問題はそこではなくて右腕の引きすぎ、体の後ろをラケットヘッドが回る、これを直したいんですよ。まあこの後あのカメラチェックしますので、これちょっとゴリお互いにちょっと今のスイング確かめてみよう。あのスイング変更を望んでいるときは、あの練習して早めのこのチェックっていうのがとても必要だと思います。なんでかって言いますと、あの間違ってるスイングでずっと1日練習するのはもったいないです。だからあのこうやって撮影してもう1回のスイング、ワンスイングで、その後ねちゃんと自分がどんなスイングだったかっていうのを確認するのはとても重要なことだと思ってます。これまあスキテニさんとかまあ久保田コーチとかよくおっしゃってることですが、私も本当そう思いますので、ぜひね参考にしてもらえたらと思います。レッスン後だったから、それを意識してて俺の右側になってると思った。まだ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、要はそういうこと、もうちょっとこっちで処理したい、それがの原因をまあ探りたいっていうまあことなんですが、これだけ、まあ、ゴリ澤田はウエスタンもしくはフルウエスタンで、私はセミウエスタン、それでイースタングリップに変更したらどんなスイングになるか
ご覧ください。まずゴリ澤田はイースタングリップなんてやったことないと思います。 でもイースタングリップにすると脇が開くっていうのをこれ思いませんか。勝手に脇が開くスイングになるんですよね。これ本当貴重な検証でした。いいと思うんだけどな、ね、ゴリの感触が悪いんでしょうね。悪くない、やっぱりそれだけでそんな変わっちゃうんだ、グリップで。私はイースタングリップにしてもそんなに違和感なく打てるんですが、まあ、グリップの問題じゃなくてやっぱりちょっとの前に突っ込みすぎなんだよな。もう少し後ろに軸を持っときたいんですがね、理想なスイングは。まあ打点は前すぎなのかな。よし、確認ゴリ。イースタングリップにすると全然変わるスイングが、まあ、意識っていうか、なんか 下に打てるっていうのはありますよね。 下っていうか打点が低くなる、脇がね自動的に無意識でも開く。こういう時はですね、あれもこれもチェックっていうのは難しいと思うので、その日にテーマを一つ決めてどうなってるかスイングチェックっていうのは大事だと思ってるんですよね。こういう明らかにスイングに勝手になるっていう現象が起きるってことですね。ここで気づいたのがゴリがね、いつも普段脇締めすぎなところがイースターにすることによって、勝手に脇開けになることをチェックできました。これがもう無意識の状態でイースターにしたらこういうスイングになるっていうのはね、俺はさ、それがね、今までそうでもねえけど、俺だいぶ練習したこともあるけど、やっぱでも肘曲げたいんだな俺な。まあ肘次はですね、まあ、イースタングリップの、まあ、久保田テニス系のスイングですね、ボールの軌道の延長線上に、ラケットヘッド、ラケットを置いとくスイングっていうのをちょっとやってもらいました。まあね、焼きそばとか白もクロモさんとかね、まあ、久保田の呪いとか、久保田マジックだったっけ、なんかまあそんなことで、まあちょっとその久保田さんの動きのまあ批判的なことがあるんですが、私はね、久保田テニスっていうのはそこまで悪いと思わないんだけど、それを言うとまたね対立しちゃうんで、まあそれ以上は言わないようにしますがね、特に私みたいなそのクルリンパの予防とかそういったのには久保田スイングっていうのは適してると思うんだけどな。なんかフォロースルーも久保田さんとかって言うんだけど、私なんかフォロースルーはあんまりキャッチするの好きじゃないので、まあしてますけど、そんなにやっぱり久保田の呪いがあるんでしょうか、わかりません。まあ、ゴリ澤田、まあ、通常も打点近いんですけど、さらにね打点が詰まる近いのを見てください。軸足の右足、この辺がそのインパクト位置ですから、その近いにも程がありますよ。近すぎですよ。もっとねやっぱり打点を前に出すことがまずゴリ澤田のね練習だと思いますわ。なかなかその合わせがやっぱ難しいね。これが一般的な人結構みんなそうなんだと思う。やっぱり厚振りからイースタにした場合に、私はやっぱりロックがほどける、この久保田系のスイングしようと思っても、ロックができない。もう一回ください。これがまずクルリンパの癖、右腕の引きすぎ、まあ右腕の引きすぎっていうのももう完全に私この日で分かったので、それをテーマに練習したいと思います。もう一回今の、
打っては確認、打っては確認、もうこの繰り返しですね。まあ、正直ですね、2時間ぐらいの練習だともうすぐ終わってしまいますわ。やっぱりね、うん、でもまあこれは大切なことだと思います。まずスイングできてませんので、で正直その上半身の動きもそうですが、下半身の動きもそうですし、うん、とにかく、まあ、ゴリで言えばもう少し打点をね、前にするイメージ意識、ここで取るんだっていう意識が大切でしょうし、私はね、うん、ちょっと、まあ、この後に、うん、右肩の腕の引きすぎというよりも右肩の引きすぎを感じたんですね。そこで右肩を抑える練習をしますので、うん、腕じゃない肩なんだっていうのがね、うん、ちょっと感じたすごくいい練習でしたね。ミスらないっていうか、もっとパワーがあるって言われるから、いや、そこがその厚繰り、そこに気づいてこの、左手でですね、肩をとにかく押さえて束縛してスイングしてます。そうするとかなり体の後ろを回らないっていうのに気づきました。それでもですね、やっぱり右腕で、振りたいんだなっていうのがなんか感じ取れます。でもとにかく私の場合はこのターンで振る、その体で振るっていうのを体で覚えさせなきゃいけないので、本当にこの練習だなと思いますね、うん、できればさらにこの腕で振らないような意識、それが必要だなと思いました。ただ、うん、この映像を見る限りだいぶその体の後ろに行くスイングは抑えられていることが分かりましたのでですね、引き続き、うん、これやっていきたいと思いますわ。はい、お疲れでした。お疲れ様でした。今日は、まあ、よく、まあ、スキテニさんが言う、その練習するならちゃんと撮影しながらチェックしながら練習しなさいと。でそこの場面も今日ちょっとあえて撮ってみました。私らもそういうふうにその見ながら今日やったじゃないですか、はい、それでやっぱり今日発見ありまして、はい、まあ、練習の中でじゃあゴリはちょっと脇締まりすぎるから、うん、げんこつ入れて、うん、あと気にしないで、うん、翔くんじゃないけども、うん、ね、とにかく入れに行かないで振り抜けと、振り抜けと、そのちょっとビフォーアフター、うん、俺編集します。お願いします。で俺はここがやっぱりさ、引きすぎる原因に俺こう肩が引くっていうのを自分でも感じてたんで、うん、あえて抑えたんですよ、うんうん、そうすると俺ちょっとやっぱり見ると、うん、だいぶこっち側行かなくなったんで、うんうんうん、やっぱりここでここ見ててよ、ここで見てるとこうなるんだね、うん、こう俺この辺柔らかいんさ、はいはい、肩甲骨の肩周り、はいはいはい、こうなるのが原因の一つではあることは確かだね。今ここを押さえててやったら多分そんな行ってないっていうのが発見できたんで、うん、ありがとうございました、はいはいはい、そんな感じで、はいはい、彼女お仕事はいいですか。よろしくお願いします暗いぞそういうのに彼女は来ないぞありがとうございました。タコビッチさん頑張って。ありがとうございます